意外、親しくなったんだって。親友ってやつか。え、どうかな。え、セフィロスってでも15年前の英雄じゃない。年も離れていたし、セフィロスは自分のことをほとんど話さなかった。ひわちゃん、なんだ今の点々は。戦友かな。俺たちは信頼し合っていた、あの時までは。あの時なんかあったんだな。親友だったんだって。なんか意外。そういう感じ？戦争終結後のソルジャーの任務は、信頼に反抗する人たちを憂鬱な仕事が多かったな。はあはあ、懲らしめてたのか。あれは5年前。俺は16歳だった。5年前で16歳。へえ、クラウドさん、それくらいのお年頃なんだ。すごい雨だな。クラウドさん、よく喋るなぁ。今作のクラウドさんは。おい、気分はどうだ？大丈夫。俺は乗り物酔いなんてなったことないからな。よくわからないんだ。準備は OK？ なんかクラウドさんすごい違和感ある。違う。リメイクと全然違う。おい、お前。はい、セフィロスさん。もう少し落ち着け。新しいマテリア支給されたんだ。早く使ってみたくて落ち着かなくてさ。これ違うわ。中身違う。誰お前。子供かお前は。なあ、そろそろ今回の仕事教えてくれよ。今回の任務はいつもとは違う。それは嬉しいね。どうしてだ。俺はあんたみたいになりたくてソルジャーになったんだ。それなのにクラスファーストに昇格したのと同時に戦争が終わってしまった。俺がヒーローになるチャンスが減ってしまったわけさ。だからそういうチャンスがあるなら俺は絶対にものにしてみせる。な、どんな気分だ英雄セフィロスさん。お前今回の任務が知りたかったんじゃないのか。へえ、ウキウキしてんのかな。セフィロスの前だから。今回の任務は老朽化したマコーロの調査だ。異常動作を起こしている上に凶暴な動物が発生している。そいつらを始末しつつ原因を見つけ出し排除する。凶暴な動物、場所はどこだ。ニブルヘイムのマコーロ。ニブルヘイム？ニブルヘイムは俺の生まれ故郷なんだ。へー、そうか、故郷か。え、変な動物がトラックに突っ込んできました。その町でなんかいろいろあるんじゃない？セフィロスと。あ、これ操作できる感じか。でっか！でっか！やらせて戦う戦う。強っ。防御力が半端じゃない。セフィロス体力やば。強っ。かっこよ。レベルが違いすぎるわ。セフィロスの強さは普通じゃない。世間で知られているどんな話よりもすごかった。あれ、クラウドの活躍は？俺か、俺はセフィロスの戦いぶりに見とれていたな。おお、そして俺たちはニブルヘイムに着いたんだ。そこでなんかあって性格変わったのか、クラウドさん。ここか。どんな気分なんだ。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。へえ、両親は？おお、普通にお母さんなんだ、ジェノバって。
母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は笑っておる。どうした？どうしたの？俺が殺した？俺は何を話してるんだ？何？さあ行こうか。あれ普通にお母さんなんだ。あんな姿にさせられてたけど。でも人間なのかな？ジェノバって。お疲れ。退屈なんだよな、見張りって。いつものやる？ 練習でもする？しようしよう、練習、みんなで。練習？あ、ポーズの練習か。ソルジャーは常に他人の目を意識しなくちゃならないってやつか。どうだっけ？何？こうか？ 決めポーズ？決めポーズ？ 上手くなったな。俺、ソルジャーなんかになりたくないんだよな。そんな？なんで？この人、警備の人？我慢我慢、仕事だろ。時々話しに来るからさ、我慢してろよ。すごい面倒見いいじゃん、クラウドさん。ひそひそ、うろちょろしてると叱られるぞ。ごめんごめん。ちょっと隅から隅までチェックしたいから。あれ、クラウドさん戻ってきて。やばい、クラウドさんなんか引っかかった。あれ？クラウドさん 帰ってきてー。あら？ちょっと待った、なんか反対側から来た。な、あれじゃねえか。セフィロスが言ってた母親の名前。あ、そうそう、ジェノバ。ジェノバ覚えてるぞ。新ラビルにいた首なしの化け物だな。その通りだ。ちょっとバレット、クラウドの話ちゃんと聞かせて。質問は後よ。でもよ、ティファ。さあ、クラウド続けて。え？俺の家？ 5 年前の事件とは関係ないな。でもよ、興味あるぜ。私も久しぶりだったんでしょ？聞かせろよ。家族と会ったんだろ？え？やれやれにしよう。家族って言っても。親父は俺がまだ子供の頃に死んじゃったんだ。母さんがこの家には母さんが一人で住んでいた。あ、俺母さんに会ったよ。母さんは元気な人だった。全然変わってなかった。その何日か後には死んでしまったけど、この時は本当に元気だった。ピアリスちゃんの家で見たのってその時の映像だったのかな？その可能性あるな。あ、そう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 。このベッド周辺だったよね。クラウド。ただいま、母さん。お帰りなさい、クラウド。ただいま。どれどれ、晴れ姿、母さんにもよく見せておくれ。やめてくれよ、恥ずかしいよ、母さん。立派になっちゃって、本当にもう。惚れ惚れしちゃうね。かっこいいでしょ。これソルジャーさんの制服かい？母さん、俺。本当に立派になって。やっぱこの時に繋がるんだ。そんなんじゃあれだね。女の子もほっとかないだろ。別に。心配なんだよ。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろ。ちゃんとした彼女がいれば母さん少し安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな女の子がぴったりだと思うんだけどね。興味ないな。おー、ちゃんとご飯は食べてるのかい？大丈夫。会社が面倒を見てくれてる。いいなー。そうなのかい？あんた料理なんてできないだろ。一体どうしてるのかと思ってたんで。ねえ、クラウド。でもね、クラウド。そうだろ、クラウド。母さんはね、いつだってあんたの味方だからね。もうやめよう。
嫌だったんかな、思い出すの。なんで？なあ、あまり覚えてないんだ。話すことはもうない。もういいよ、クラウド。ああ、そうなんだ。これ以上は NG ですか、クラウドさん的には。アイテムはなさそうだな、1階は。2階か？こっちは？誰もいないな、見た感じ。回想シーンの探索ではアイテムとか出ないのかな。クラウド、私の部屋にも入ったの？入りました。もちろん入りました。ちょっと背伸びパンツ？ちょっと背伸びパンツ？何それ？ちょっと背伸びパンツ？クラウド、それ本当なの？どういうこと？何？ちょっと背伸びパンツって何？なになになに？ティファちゃんのおパンツってこと？ティーバッグかな？冗談だって。今はすごく真面目な話をしているんでしょ？怒られた。すいません。ティファちゃんの出会ってんの？手紙だ。もしかして読んだの？私宛ての手紙。読んじゃいました。内容も覚えているとか、はっきりと覚えてます。よろず屋の息子がティファに書いた手紙だった。ティファ元気か？僕は4日前ミッドガルに着いた。昨日はニブルヘイム出身の仲間たちが集まってくれたんだ。あ、クラウドだけは連絡先がわからなくて呼べなかったけど。でもあいつはもともとみんなと仲が良かったわけでもうないし、きっと読んでもつまらないから、まあいいんじゃないかってみんなと話してた。クラウドの話をしてもしょうがない。ミトガルはすごいところだ。僕ははっきり言って遅れていてダサダサのなんとかって感じだった。スラムの人たちでさえ部屋の中はとても綺麗なんだ。今はお金がないからスラムに住んでいるけど、いつかは本で見たようなおしゃれな部屋に住んでやるつもりだ。などと書いてみたが、そのためにはまず仕事を見つけなくちゃいけない。そうなんだ、まだ仕事見つからないんだ。両親には死んだカンパニーで働き口が見つかったって嘘の手紙を出してしまった。もう後戻りはできないかな。実家のよろず屋を継げばよかったなと思う。ねえクラウド、それ全部覚えているの？なぜか最後まで覚えてます。俺のことが書いてあったからかな。ミトガルに着いたばかりなのに考えるのはニブルヘイムのことばかりなんだ。ねえティファ、あのオンボロ給水塔はちゃんと動いているか？宿屋のおじいさんは元気か？僕の両親は毎日店を開けているか？モンスターは襲ってこないか？質問攻めだな。ちょっと気持ち悪い。何よりティファどうしてる？もう何年も会っていないような気分だよ。昨日もみんなでティファの話で盛り上がった。みんなティファが好きなんだ。でもティファはみんなのアイドルだったから仲間を裏切ることができなかった。仲間を裏切ることが、先に告白できなかったってことかな。そうだよな、なんかティファちゃんアイドル感あるよな。なんてかっこつけてたけど、本当は告白して振られるのが怖かっただけなんだよ。あ、これ以上書くとラブレターになってしまう。手紙でこういうこと書いてくる人って本当無理。返事すごく欲しい。返事書いたのかな、ティファちゃん。気になるな。女の子らしいお部屋だ。私のピアノを弾いたの？ギンギンに弾いた。どうやって弾くんだったかな。覚えてるよ、もちろん。何？終了できんの？え？
何も聞こえない。